MG 小太郎とエールマサの笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。さて今日はですね、はいはい、ちょうどちょっと2年前になっちゃったんですが、はいはい、うちのですね、はい、最初で最後の、うん、僕の最初で最後の武士と言われている、はいはい、誠さんがですね、体調崩して、うん、その緊急入院したことがあるんですよ。もうご飯も食べられなくなって、うん、そのそれは入院したんですね、はいはい、で何日か入院してたんだけど、うん、看護婦さんが、はい、はいはい、来てくれた時に、はい、ある一言を言ったら途端に元気が出てきて次の日から食べれるようになって退院になったっていうね。その主張なんかインパクトのある一言だったよね。そうなんですよ。なるほど。でこれはみんなにマスターしてもらいたいですね、はい、うん、マスターできる感じなんですか。それはマスターできます。できますか。だって、はい、ま、あの入院した誠さんを一瞬で元気を出させて、はい、うん、励ました。でも食欲も出てきて、食欲も戻して体も元気、翌日退院。すごいですね。この言葉を聞いた翌日退院、はい、すごい実績。どんな薬よりも効果があるんじゃないかと。どんな薬よりも効果あったんです。ですよね、はい、すごいですね。それは、はい、まあ、ちょっとラジオなんで、はいはい、ラジオっていうか、まあ、映像を見せれないんで、その仕草はできないんだけど、はい、言葉は伝えられます。言葉は伝えられますか、はい、言葉なんですね。その看護婦さんが誠さんに言ってくれた一言、はい、お願いします。ガンバ。軽い感じでね、重くならないようにガンバと。ストレートですね。それがめっちゃ可愛かったんですよ。仕草付きなんですよね。仕草付きで、女子が仕草付きで、うん、はいはい、病院で苦しんでる誠さんに、はい、ガンバって可愛くやってくれたらしい。なるほど、それは元気が出ますね。でそうしたら、はい、誠さんみるみる元気になって、はい、翌日退院。なるほど、誠さん分かりやすいですよね。誠さん分かりやすいね。あの女性が、はい、可愛いっていうことは、なるほど、社会の希望になるんですよ。なるほど、男子の希望になる。なるほど、元気になるわけですね。そうだから、はい、その始まるっていう字は、うん、あの女が土台って書くんですよ。うん、そうですね。で僕とマサ君はもともと漢字セラピストっていう肩書きがあって、ね、はい、漢字の本を、はいはい、僕とマサ君っていうのは、はい、あの漢字幸せ読本と、はい、もう一つ ね、はい、もう一つ、あの何でしょう、緑色の本です。漢字シアスの子も赤です。で、緑が漢字セラピーですね。漢字セラピー、はい、で今文庫にもなって、ね、はいはい、漢字シアスの子も、はい、本2冊漢字の本書いてるんだけど、はい、ね、そこに書いてるんだけど、はい、始まるというじゃ女が土台と書く、うん、そうですね。喜ぶというのも、うん、女が嬉しいと書く。嬉しい、嬉しいだと嬉しいです、ね、女が嬉しいと書いて喜ぶ、うん、喜ぶ、嬉しいですね。あ、違うか。嬉しいが、嬉しいっていう字は、まあ似たような感じで。嬉しいっていう字は、女は喜ぶと書いて嬉しいっていう字。そうですね。女性が可愛くいてくれるっていうのが、うん、その、で、よく言われるのが、うん、その男が、うん、歴史の教科書に出てくる偉人ってほとんど男じゃないですか。そうですね。その男が歴史を作る、うん、まあ社会を作る、うん、で、社会が子供を作るって言われてるんですよ。うん、はいはい。じゃあ女性は何なのかというと、はい、男が歴史、社会を作る、うん、で社会が子供を作る、うん、じゃあ女性は、じゃあ女性は何なのかというと、はい、あの女性が男を作る。なるほど。だから始まりは女性なんです。やっぱり始まりを、始まりは女性、女性なんですね。女性が男を作り、男が歴史を作り、まあ、でその社会が、歴史と社会が子供を作っていくっていうこと、うん、もう始まり原点は女性なんですよね。全ては女性から、ね、で女性が可愛いだけで、うん、ご飯が食べれなかったの、誠さんがもうみるみる食べれるようになって、うん、退院しちゃうわけですもんね。そうですね。だから今日はグリーンズね、はいはいはい、これを聞いてくださってる皆さんが元気になるように、はいはい、なるほど、マサ君と僕から、はいはい、めっちゃ可愛いガンバをあれ女性かって言ったのに男性がお届けするんですね。まあ、まあ僕らしかいないからね。じゃあ、はい、はい、女性になったつもりで可愛くガンバって言ってみようか。みんなでじゃあやってみましょうか、うん、じゃあ一斉のでできます。いや一斉のマサ先やって。いやじゃあ一緒にやりましょうよ。ここは一緒にやりましょうよ。一人ずつやって最後一緒にやろう。あ、分かりました、うん、じゃあ女性っぽい感じで、可愛い感じで、じゃあやって。可愛らしい、可愛さは正義だから、はいはい、世界を救うわけですね。世界を救うから。なるほど。じゃあ可愛い感じで、可愛い人が、ね、はい、社会を変えるから。変えました。なんかすごい、あのすごいものを背負っちゃった感じですけど、社会を作るとかね、うん、じゃあ可愛い感じで、うん、じゃあまあやってみますね。はい、はい、では行きます。ガーンバ。あ、可愛いね。可愛い感じでいきました、うん、いい、ね、僕のイメージで可愛い感じ。いいね。はい、ストレートな。じゃあ俺も、はい、ま、これあの笑いなしで、笑いなしでガチですね、うんうん、世界を救いますから。
ガンバ似たような感じですね似たような男子ができる精一杯のガンバ可愛いガンバ。じゃあこんな感じでね、皆さんもね、うん、ミッキーマウスからも来てるんですか。ミッキーマウスのガンバも伝えたい、はい、伝えたい、伝えてくださいぜひ。ミッキーだよガンバ意外とクオリティ高いですよね意外とクオリティ高いですよね意外とクオリティ高いというか、まあ、ミッキーですからね。ミッキーからも来ました。ミッキーからも来ました。ありがたいですね。じゃあ一緒に頑張りしましょうか。じゃあ、じゃあ、あもう、明日これを聞いてくださってる、はいはい、もうね、非常にレアな人たちです貴重な方です。非常に貴重な方です。ありがたい方です。神様のような方ですね。うん、偉人として、教科書に載ってほしいぐらい、しいです。そうです。ありがたい人ありがたい方々です。その、はい、みなあなたのが、はい、まあ、最高の人生になりますように、はい、グリーンズからエールを送ります。送ります。がーんば。また明日も聞いてね。ありがとうございました。